速報、和田アキ子の発言が波紋。 TBS が政治的公平に回答した真相とは、 TBS が放送法違反か。和田アキ子さんが司会を務める TBS 系番組アッコにお任せでの発言が、東京都知事選に関連して露骨な小池擁護と批判を受けています。小池百合子現知事と元立憲民主党参院議員の蓮舫氏の対決が注目される中、6月23日に放送された同番組での和田さんの発言がバランスを欠いていると波紋を呼んでいます。番組の冒頭で小池氏と蓮舫氏の公約や記者会見の様子が紹介されました。まず小池氏の公約がパネルで示されると、和田さんはこれはもうこのまんま、全ていいことですよね、全てやっていただきたいことですと絶賛。さらに、こういう公約はいくつ挙げてもいいんですかと毎日新聞論説委員の佐藤千彩子氏に質問しました。佐藤氏はいくつ挙げてもいいんですけど、当選した場合4年後に検証されますよね、実際にやったかどうか言いっぱなしでは良くないってことですけどもと解説。これに対し和田さんは、でももう解消されてるのもありますよねと小池氏の過去の公約を擁護する発言をしました。その後も和田さんは小池氏の公約に期待を寄せる発言を続け、出演者のカンニング筑山さんに話を振りました。竹山さんは3年前の騒動を蒸し返し、小池氏が出演した YouTube 広告動画の制作費に関する誤解を訂正しました。竹山さんはまずは小池氏の8年間の総括を行わないまま、次の公約ってなってるからそこも踏まえて考えていかないとと指摘。和田さんは小池知事は47都道府県の知事の中では一番安い給料だって聞きましたけどとフォローし、竹山さんは給料は半額にしてますけど退職金の問題とかいろいろ出てますけどと返しました。番組では蓮舫氏の公約も紹介され、佐藤氏が両者の違いを指摘しましたが、和田さんは言葉は悪いけどいい風に言うのは何でも言えますよねと蓮舫氏に対して批判的なコメントをしました。竹山さんは都政のことってあんまり報道もされないから、この8年間小池都政で何があったか皆さんあまりよく分かってないと話し、小池氏の答弁拒否や記者会見の閉鎖性を指摘しました。この一連のやり取りが注目され、SNS では和田アキ子がトレンド入り、和田さんの発言に対しては露骨な小池擁護との批判も多く上がりました。放送法では選挙期間中に放送事業者には政治的公平が求められています。TBS は当該放送に対して様々なご意見があることは承知しております。これまで同様、毎週の番組制作に反映してまいりますとの見解を示しました。今後、和田さんがこの批判にどう耳を傾けるのか注目されます。コメント。小池氏の公約に対して、話すのは簡単ですけど、実際に聞くと期待が持てますよね。蓮舫氏の公約に対して、悪い言い方ですが、良いことは何でも言えるでしょう。それと都民が安心できること、発言内容が全く違いますね。同じ番組の中でここまで発言が180度変わる人は珍しいですね。小池百合子氏が当選しないと、和田アキ子さんも困ることが多いのでしょうね。影響力のある人物には、国や自治体から何らかの形でアプローチがあると思います。直接的であれ、間接的であれ、その一例が官房機密費です。直接本人に渡らなくても、メディアの上層部が受け取れば、そのメディアが都知事選を報じる際に企画の方向性を指示することができます。特に若くない場合、自分の残りの人生を考えて、正義よりも安定を選ぶかもしれません。テレビでご意見番として持ち上げられている人々について、そろそろ再考するべき時期ではないでしょうか。もちろん、その方々がそれぞれの分野で功績を上げてきたことや、言葉に重みがあることは理解できます。しかし、基本的には自分の言いたいことを遠慮なく言うだけで、他の分野に関しては無知な発言が目立つこともあります。また、年齢が高いこともあり、過去の経験と現在の状況が合致していないことに気づいていないことも多いです。特に情報番組では、視聴者に公平な情報を提供する必要があります。そのため、バランスの取れた人物が司会を務めなければ、番組の内容が偏ってしまいます。ですから、私は独善的な方がメインを張っている番組は避けるようにしています。小池、蓮舫、玉神、石丸の4人を報道することで視聴率が上がるのでしょう。本来は立候補者全員を公平に報道すべきだと思いますが、知名度や政党、企業のバックアップがあると当選しやすくなるのが現実です。もっと良い候補者がいるかもしれませんが、結局のところ有名な人や支援が強力な人が選ばれてしまうのです。それでも、都庁の職員が優秀なので何とか進んでいる部分もあります。公約も重要ですが、実際には目の前の問題を解決することの方が多いですし、
公約を実現するには都の職員だけでなく、国会議員や官僚との調整も必要です。そう考えると、蓮舫や石丸では都政を動かすのは難しいでしょう。石丸が都政は立ち止まっていると言っていましたが、実際には議会でストップしてしまうことが多いです。都民にとっては迷惑な話です。4年間成果を残せず、その間に給料を払い続け、さらに退職金まで支払うことになれば、笑えない話になります。ワイドショーで出演者の意見が偏ることは、そんなに珍しいことなのでしょうか。芸能人が政治的な発言をする際には偏りが見られることが多いので、それが普通だと思っていました。中立な立場で意見を述べてくれるのはありがたいことですが、芸能人も一人の人間である以上、どうしても偏った見解が出てしまうのは避けられない気がします。和田アキ子さん、74歳。私と同じ昭和25年生まれの虎年です。テレビで彼女の顔がアップになると、シワが目立って見ていられません。もう若い人に任せるべき時期かもしれません。特にアップは見づらいです。横から見ると猫背でおばあさんのようで、私の一つ年上の妻と同じ体型です。私の人生は数学と歌、船木和夫の学園ソング一本と旅と酒によって成り立っています。歌の観点から言うと、和田アキ子の歌は昔からドラ声で声量はありましたが、全体的には下手でした。ただ、近年の歌は音痴でも、その人の性質や音域に合わせた曲を作るため、違和感なく上手に聞こえるようになります。最近は声量も衰え、マイクを通しても小音が前に出ていません。黒柳徹子の方が蝶々夫人のようで、声が出ていて驚きました。音階も正確です。このように、他人を批判するのは簡単ですが、自分が批判を受け入れて謙虚に耳を傾ける人は少ないものです。私もそうですが、年齢とともに足腰も弱っていきます。無理をせず、穏やかに生きていきましょう。高知柏島より。約50年前、共産党が総選挙で議席を増やしたとき、当時人気絶頂だったタレントで、放送作家の前田武彦が生放送で、共産党万歳と叫びました。その結果、彼は放送界から完全に干されました。これは共産党を応援したからではなく、放送の公平中立を犯したからです。今回の和田の発言もその規則に違反していると言えるでしょう。竹山田バランスを取らなければ、和田個人だけでなく番組全体の責任が問われる可能性があります。生放送でタレントの自由な発言を放置するとは、まさにお任せしすぎです。ワイドショーやニュース、情報バラエティで選挙を取り上げるのをやめるべきだと思います。どうしても特定の候補者に偏りがちだからです。今回の選挙では50人以上の候補者がいますが、すべての候補者を平等に取り上げて、それぞれの良い点や悪い点を紹介するならまだしも、実際に取り上げられるのは大体4人くらいです。これでは4人のための宣伝にしかなりません。公平性に欠けています。たとえ当選する可能性が低い N 党の候補者であっても、公平に扱わなければならないと思います。大統領演説だけでなく、テレビで頻繁に報道されることで、報道される候補者とされない候補者の間に大きな露出の差が生まれます。この不公平さは問題です。有名な人物が特定の候補者を擁護したり批判したりすることも、結果的にはその候補者の露出を増やすことになります。誰が誰を応援するのも自由ですが、公共放送ではそれを行うべきではないと思います。